ホークスの先発はセッツ。まず1回2アウト1塁フォアボールで出た糸井を中田翔、この一発バットの先だったというんですがダイレクトフェンス、1塁からスタートを切っていた糸井がチョークホームイン。まず1点を先制しました。それもセッツからです。これが4番バッター。さらに稲葉がこの辺りちょっとベースカバー遅れた。セッツ内野安打ですが、この時セッツが右足かかとのあたり足首を痛めました。治療してマウンドに戻って気迫。しかし一塁三塁小屋のにセンター前にヒットを打たれます。これで2点目。ここでセッツは降板です。ピッチャー藤岡に代わってホフパワーが右中間にタイムリーヒットを放ちます。立ち上がりの3点、この3点がやっぱり西山さん聞きましたよね。聞きましたね。はい、日本ハムはウルフ先発。3回2アウト3塁から本田をセカンドゴロ。この西川のプリこのプレー、いや何回見てもすごいですね。いいプレーですよね。はい、ナイスプレーでマックも助けます。4回です。ホフパワーのセカンドファールフライ、セカンドの本田よく取ったんですけどフェンス激突。おそらく首を痛めて負傷退場。5回には2アウトから今宮三振。ウルフも立ち上がりから飛ばしてナイスピッチングを披露していました。1点が欲しい、追加点欲しい。ファイターズ6回ワンアウト2塁3塁ピッチャー吉川です。でホフパワーのこの当たり、ここでアウトを取って2アウトですが、この後稲葉3本間に待っています。そして体に当たりました。そのボールが点々とする間に稲葉ホームへ帰ってくる。このクロスプレーも稲葉の足が勝ちました。この稲葉の好走塁で1点をもぎ取りました。まさにもぎ取った日本ハム、この時点で4対0です。しかし7回の表ペーニャが一発を放します。低いボールをそのまま落ちることなくレフトスタンド上段まで持っていきました。このホームランで1点を返して4対1、3点差。7回です。日本ハム2アウト1塁2塁ピッチャー金沢4番中田、これまた勝負を決めるかと思ったんですがファーストファールフライに中田は倒れます。さあそして8回ワンアウト3塁ピッチャー増井、代打松中、このセカンドゴロ。この間にランナー帰って4対22点差でちょっとこうきな臭くなってまいりました。まあ、9回にはペーニャに回るというのもあったんですけど、武田久志がマウンド、ランナー1人出て最後のバッターは小久保。小久保の現役最後のバッターボックスはショートフライで試合終了。ストレートで4対2日本ハム勝ってストレートでソフトバンクを下したクライマックスシリーズファイナルステージ、北海道日本ハムファイターズが日本シリーズ進出を決めています。